13レイブンに伝達。ベイラム同盟企業ダーフォンからの依頼だ。作戦地点は中央表現ヒアルマー採掘場。貴様にはそこに設営されたアーキバス調査キャンプを襲撃してもらいたい。連中は表現入りを果たしていこう。調査ドローンを飛ばして方々の観測を行っている。その中には当然コーラル集積反応に近づく手がかりも含まれているに違いない。わかるな。それを奪ってくるのが貴様の仕事だ。ガンズ13レイブン、確実な遂行を期待する。中央表現は不毛の地としてルビコニアにも捨て置かれてきました。封鎖機構に手が入っていない。やはり荒野に隠された何かがある。表彰です。何があってもおかしくは。そこの AC、 我々の調査拠点で何をしている？出払っていた部隊が戻ってきたか。カモン、迎撃しろ。
ズ13レイブンに伝達。貴様の襲撃を受け、アーキバス調査部隊が本部と観測データの受け渡しを開始した。現場に急行し、それを阻止してもらいたい。リペアキット残数。
強き戦友エスパー部隊のラスティだ。久しぶりだな、壁越え以来か。積もる話はあるが本題に入ろう。惑星封鎖機構がとうとう実力行使に出た。連中はルビゴン全域に制圧艦隊を展開。うちもすでにいくつかの調査拠点を失った。ベイラムも同様のようだな。ルビコン解放戦線はこの状況をある意味では好機と捉えているようだが、私から言わせれば甘く見積もりすぎている。このままでは企業も解放戦線もそれから独立傭兵も共倒れだろう。君にアーキバス系列からの依頼を回しておく。壁越えの傭兵の力ぜひとも貸してほしい。新着メッセージ一件。ベスパー砲から連絡があったようだな。俺の方にもベイラムグループの仕事が届いている。両者ともコーラル調査どころではなくなったようだ。621、依頼を確認しろ。レイブン、私もあなたにふさわしい依頼を探してきました。あなたが企業にも重用される有力な傭兵であることは理解しましたが、私はルビコンに生きる者についてあなたにより深く知ってほしいのです。戦友、アーキバス系列シュナイダーから君に依頼がある。早速だが説明に入ろう。惑星封鎖機構のルビコンにおける補給拠点ヨルゲン燃料基地を叩いてもらいたい。目標は採用にあるエネルギー生成プラント。これを潰せば、そうだな、連中の制圧艦隊の足止めくらいにはなるだろう。当該基地はつい先日まではベイラムのコーラル調査拠点だった。それが封鎖機構の艦隊襲来で一夜にしてこの通りだ。今回は基地に点在する燃料貯蔵タンクにも破壊報酬を設定させてもらった。連中を叩くと金になる、そう宣伝してくれるとありがたい。宣伝とはな。621、お前はマスコットではない。気を引き締めてかかれ。
戦闘モード起動。ミッション開始だ。封鎖機構の重点部隊を排除しつつ、エネルギー生成プラントを目指せ。コードは5、所属不明機体と解析した。企業の雇用戦力とついて AC 短期排除執行する。同社の燃料貯蔵タンクには追加報酬が設定されています。見つけ次第破壊すると良いでしょう。コード5、所属不明 AC 排除執行を開始する。 NT の火ではない性能です。注意。新着メッセージ一件。アーキバスグループ傭兵企業担当、ベスパー8ペイターです。燃料基地襲撃作戦の完遂、お見事でした。第四隊長殿からも伝言を預かっています。お聞きください。さすがだな戦友、君ならやってくれると思っていたとのことです。引き続きアーキバスグループをよろしくお願いします。